今年の春冬が本格化しています。国内鉄鋼最大手の新日鉄住金の労働組合が先ほど経営側に要求を提出しました新日鉄住金の労働組合はベースアップに相当する賃金改善分として前回の3500円を回る月4000円を要求しました今後自動車業界は17日まで電気大手は18日までに要求書が提出されます